こんにちは、CLD です。もう何の話をするかって言ったらこれしかないんですけど、イージー再販第2弾がですね発売されましたけれども、皆さんトライしましたかね？というかラインナップ見ましたかね？全然予想できなくなかったですか？本当ね、第1弾と何もかもが違いすぎて、昨日僕長い動画ね上げましたよね、僕にしては長い動画15分以上ある動画ね上げたんですけども、この中でね日本で発売されるドロップリストを上げてましたけれども、これがね全然発売されてないんですよね。そんなイージー第2弾が再販された8月2日ですけれども、販売の流れ、そしてどんなモデルが販売されたかということでですね、これからの販売の予想、そして海外ではどうなのかっていうところとかですね、こういうのをちょっとねお話ししていきたいなと思ってます。まあ正直肩透かしをね食らった人も多いんじゃないかなと思いますけども、おそらくね今回の販売方法にはですね訳があったと思います。そのあたりも考察してお話していきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、ではまずここからね流れをお話ししていきますけれども、まずですね、発売されるの9時か10時かということでスタンバイしてた方ね、いらっしゃると思うんですけども、僕もねそわそわして待ってたんですけども、いつまで経っても販売されない、いつでんねんと、もしかして今日じゃないのかということぐらいね考えましたよね。あの8月2日っていう表記は海外の時間であって、日本とは時差があるからとかそういうことなのかなみたいなこともねいろいろ考えながらですね、確かに地域によって発売されるモデルとか発売日違うみたいなことも書いてたしなとかですね、いろんなことを思ってたんですが、結局発売されたんですよね。その実際に日本で発売されたドロップリストがこちらです。なんと3速、もともとね9速の予定やったんですけども、今回3速でした。いやちょっとびっくりしましたね。時系列の話をすると、最初に出たのがこちらですね、イージーブースト 350V2 ボーンですね。価格は 31,900円ということで、意外と去年から値段変わってないんですよね。真っ白に近い色なんで、350のこういうクリーンなカラー好きな人もねいるかと思いますんで、狙ってた人もねいるかとは思いますけれども、まずはこれがお昼過ぎの2時ぐらいですかねに発売されました。そして同じタイミングでイージーフォームランナーカーボンも発売されましたね。価格は 12,100 円ということで、やっぱりこちらも値上げはなしでしたね。イージーフォームランナーって本当にねめっちゃ数少ないらしいんで、その中でも今回の色、真っ黒のオニキスじゃなくてカーボンなんですよね。この色は初めて発売されるということで、渋い大人な感じの色ということで、おそらく今回のラインナップの中では1、2を争う人気のものじゃないかなと思います。僕はこれちなみにエントリーしました。 29.5cm ですね。 28.5 でもいいかなと思ったんですけど、いろんなレビュー見てるとやっぱり大きめ買った方がいいってことだったんで、いつものマイサイズの 28.5 よりも1cm 大きい 29.5 にしました。イージースライドも 29.5 なんでね、多分同じサイズ感やったら大丈夫だと思うんですけど、これも2時台に発売されたということですね。そしてその後3時台に入ってイージー500ボーンホワイトが発売されました。価格は 28,600 円ということで、これも前と同じですね。去年から値上がりせず据え置きの価格でしたね。多分3モデルの中ではイージーフォームランナーの次にこれって感じの人気じゃないかなと思います。イージー500自体がね、今の2000年代スニーカー、ダッドっぽいスニーカーの雰囲気にも合ってるし、このボーンホワイトという色はすごい合わせやすい、おとなしめなカラーなんで、あんまり主張しすぎないってところもいいかなと思います。でこれ余談なんですけど、このイージー500のソールの元ネタがコービーのクレイジー2って言ってたと思うんですけど、あれも似てるんですけど違くて、 KB83 の流用ではということで動画のコメントにねくれてた方が言ってたんですけども、後で調べたらマジでこれでしたね。ということでここで訂正しておきます。教えてくれた方ありがとうございました。っていうこの3つだけが発売されたってことでね、かなり予想と違ってたんですけれども、皆さんどうでしたかね？めっちゃ少ないと思いましたよね。あと変則的この売り方、リリースされる時間もね平日のこの時間ってね、絶対普通の人働いてる時間ですからね。しかもねエラーが発生したっていう話もよく聞いてて、僕はね結構すんなり応募できたんですけど、エラーが出て応募できなかったっていう人もね、僕のツイッターのリプ欄にね、くれた人もいてましたね。とまあそんな感じでね、この3つだけしか販売されなかったということで、しかも応募期間がめっちゃ長くて8月7日までねこれ応募できるんですよね。応募期間が1週間近くあるんで、その間に応募してたの忘れそうな気がしますけどね。じゃあ別に構えてなくてもよかったやんっていう、そんな感じがしましたね。第一弾の時はねその日中に変えたんですけどね。それでこっから考察なんですけど、なんでこんな売り方をしてるのかっていうところですね。おそらくですけども、前のね第一弾の販売の時ってすっごいエラー起きましたよね。まあ今回もエラー起きましたけれども、それの日じゃないぐらいいろんなエラーが起きて、エントリーできないとか結果がわからない状態で販売ページが終了してしまったりとかですね、画面自体がバグって背景が真っ黒だったりとか、そういったエラーとかね混雑を避けるために、混み合わないような時間を狙って
リリースしたんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。確かに深夜とかに出されるよりはですね、まだ2時とか3時4時とかに出される方がいいと思うんで、だから時間を公表しなかったっていうことを考えられますね。でなおかつ今回エントリー期間めちゃめちゃ長いですよね。もう1週間近くあると、これも混雑を避けるための策なのかなと思いますね。第1弾とだいぶ状況変わってますんで、今回売り方、出るモデル予想できなかった人結構多いんじゃないかなと思うんですよね。もう僕も完全にね外れてましたからね。まあ1時間おきぐらいに出るって言ったら分はね若干出ましたけども、まさかこんな昼過ぎに出るとは思ってなかったですね。で今後どのようになってくるかってことなんですが、今回ですね新たにこんな感じで8月2日から8月8日ということでイージーの発売期間をアディダスがアナウンスしてるんですよね。だから前回と違ってですね、やっぱり小分けで出すと、日を分けて出してくるっていうことがね今後予想されるってところですね。で8日までってことなんですけれども、多分僕が思うにですね、これから先1日に2足から3足ぐらいをポンポンって出していって、おそらく8月5日とかぐらいまでにはですね全モデルが出揃うんじゃないかなと思うんですよ。で抽選の応募期間が8月8日までとか、そんな感じじゃないかなと思うんですよね。これ僕のツイッターのねリプにもくれてた人いてたんですけど、前の第1弾の時みたいに一気に出しすぎて人気あるやつとないやつとで結構差ができましたよね。それも考えて分けて発売したんかなということをね言ってらっしゃった方いてたんですけど、僕もね本当にそうやと思いますね。多分前回の反省があってこうなってるんじゃないかなって思いますね。これって祭りとしてはね1日にバーンって出てくれた方が楽しいですけど、逆に言うとやっぱりねゆったりした買い物ができると、ほんまにこれはいるんかな、必要なんかなと、これ買ったところで履くかなとかですね、でもやっぱり俺これ欲しいわとか、そういうのを考えさせる時間を与えてくれると思ったらですね、なんか良くないですかね。結構高いスニーカーですし、そういった、普通の買い物をする感覚で今回の抽選にトライできるっていうのは僕はねなんかいいんじゃないかなと思いますね。そんなに焦ってスニーカー欲しいっていう方もね少ないと思いますし、まあ気長に8月8日までのこの第2弾をですね楽しむのがいいかなと思いますね。でちょっとねイージーの話でこの前し忘れてた話があって、実はね、僕のインスタグラムの DM にですねちょっと前に視聴者の方がカニエと会ったって言って写真を送ってきてくれたんですよ。こんな感じでですね送ってくれました。ちゃんとイージーの SP の人に断りを入れて撮ったらしいんですけど、なんかね2人で写真撮ったりとかみたいなのがダメだそうで、だけど遠巻きにやったら撮ってもいいよって感じだったんでこんな感じの写真だったそうですが、イージーこの時なんかタイツみたいな感じの短パン履いてたそうですね。最近結構そんな感じですよね。だいぶね日本の夏暑いんでねしんどかったんじゃないかなと思いますけど、でその視聴者さん、カニ握手してくれたそうなんですよね。すげえ優しかったそうなんですけれども、その日たまたまその視聴者さんがヴェルディさんのチャリティーのねブラックライブズマターの T シャツ着てたそうなんですよ。だからそれ見てカニエがめっちゃ気まずそうにしてたっていう話なんですよね。それめっちゃおもろいなと思って、カニエはねホワイトライブズマターって言ってね炎上しちゃった人ですからね。いや面白いエピソードやし、ほんで羨ましいなと思いましたね。まあそんな感じでイージーに関してはですね本当に視聴者の方、Twitter とかねインスタグラムのフォロワーの方からですねいろいろ情報がいただけるんで、本当ね好きな僕としては嬉しいなと思います。まあちょっとね肩透かしって感じは正直ね否めないところですけれども、今後8月8日までのですね長い期間で楽しみが増えたと思ったらいい感じかなと思いますね。あとねアメリカとかこの後発売なんですけど、これがドロップリストですね。アメリカとカナダとイギリス、この3つのねドロップリストが出ているんですけれども、まあまあ同じような感じなんですけども、このドロップリストの中でねアメリカだけがね450スライドが入ってます。だからもしかしたらこれアメリカ限定の可能性もあるなと思うんですが、どうでしょうね。まあ欲しいですねこれ出たら。日本もねもしかしたらあるかもしれないと僕はね淡い期待持ってますんで、もし出たらね、ぜひ寝れたいなと思ってますね。で今回のねイージー第2弾に関してはですね、僕のツイッターで、逐一ね発売されたら情報出していこうと思いますんで、また僕のツイッターもねよかったら皆さんフォローしていただけたらと思います。さあ皆さんいかがだったでしょうか。かなりモヤモヤする日やったと思いますけれども、お目当てのものがあった人はね今からでも全然ね、抽選応募できますんでチャレンジしてみていただけたらと思います。皆さんの中でね今回のこのイージーレインに関しての考察だとか感想とかですね、そういったものを聞かせていただけたらと思うので、よかったらコメント欄に書いていただけたらと思います。ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。 CRD でした。風が通り抜けるアウトサイドインサイド素足みたいな感覚フリーダム1秒で吐く難なく楽すぎて麻痺する感覚スニーカー混んでも吐くサンダルアムグースーツで決めるサンダルアムグー